はい、それでは普通抵当権と寝抵当権、これの非担保債権が特定されているのかどうなのかと、まあ、いうところをお話しさせていただきます。これは普通抵当権と寝抵当権の違いに関する問題なんですけれども、そもそも普通抵当権とか寝抵当権がどういったものなのかっていうのが分かっていないとこれ解けないんですよね。で、その点も踏まえて今回ちょっと簡単に解説させていただくんですけども、言葉の意味これも一緒に解説させていただきます。まず例えばなんですけども、 A さんがいましたよと。で、 A さんが B さんからお金借りました。つまり B さんが A さんにお金を貸すわけですね。で、お金を貸すと B さんは貸金債権っていう債権を持ちます。これどういうことかっていうと、お金返したんだから後になってその貸したお金返してくださいってこう請求できますよね。この権利、これ貸金債権って言いますと。で、まあ、例えば1000万貸した、まあ、貸したはいいけども返ってこなかったら困りますよね。その保証どうするんですか。まあ、連帯保証人がいる場合もあるんですけども、連帯保証人以外にこの土地とかで、まあ、不動産で保証してもらうという方法もあるんですね。これ抵当権って言います。A さんは B さんのためにこの A さんが持っているこの土地に抵当権を設定してあげます。そうすることによって B さんは万一 A さんからお金返してもらえなかったら、この土地を B さんのこの抵当権っていう力を持って売っちゃうことができるんですね。で、売っちゃってそこで売れた代金からお金を回収すると、まあ、いうことができますよと、まあ、いうのが抵当権です。で、抵当権を勉強する中で出てくる言葉で非担保債権ってこと出てくるんですね。こういった言葉が。で、この非担保債権ってどれなのかっていうとこれです。今回言った貸金債権のこと、これ非担保債権って言います。つまりこの土地は何かを保証してますよね。何を保証してますか。この土地っていうのはこの貸金債権を保証してますよね。この何をっていうこの部分が非担保債権になってきます。まあ、抵当権を設定する大元となる債権のことですね。で、今回はこの貸金債権が非担保債権になりますよ。で、普通抵当権の場合はここでお金貸しました、今言ったように1000万貸しました、この1000万円の貸金債権を保証するための抵当権なんですよね。つまりこの債権ってもう決まっちゃってるわけです。つまり普通抵当権の場合は特定されてるんですね。特定の非担保債権というふうに特定されてます。こいつを保証するためです。じゃあ一方寝抵当権はどうなのかっていうと、特定はされてないんですね。一定の範囲内っていうふうにある範囲は決めるけども、その中の複数の債権、これを保証してくれます。例えばこれも、まあ、A、B で、この無っていうのは債務者ですね。 B さんが債権者、こっちも一緒です。債務者、債権者、 B さんが A さんに、まあ、1000万貸しました、まあ寝抵当権を設定したと。じゃあ寝抵当権って何なのかっていうと、一定の範囲内の非担保債権を保証してくれるわけです。この一定の範囲内、例えば AB 間の、貸金債権に限りますっていうふうな感じで枠を決めるわけですね。そしたら例えば今回1000万貸しました、その後1000万貸すと一番最初にこの貸金債権、これ一つ目出てきますよね。で、またその後次500万円貸しましたよとすると、もう一つ貸金債権が生まれてくるわけですね。もう一つ貸金債権が生まれてくるわけですよ。これもこの土地で保証されるんですね。これ一定の範囲内のものであれば、極度額って言われるものが実はこれあるんですけども、限度額があるんです。例えばここで寝抵当権を設定したときに、極度額を2000万円にしましたよと、2000万円にしたよってなったら、2000万円、まあ、2000万円までは保証してくれます。つまり1000万円と500万円、これも1500万円ですよね。まだここ保証の範囲内です。その後500万円また借りましたと、さらに500万円と、これでも2000万円ですよね。貸金債権はもう一個つくわけです。3つ目、1000万、500万、500万、これでもう2000万円、ここまでは保証してくれますよ。その後
例えば500万円貸したとなったら、その債権については保証はされませんよと、まあ、いうことです。なので寝定同権っていうのは一定の範囲内の非担保債権、つまり複数の債権を保証してくれるものなんだというふうな違いがありますので、この点はもう具体例をですね、覚えながら頭に入れていただいて、いただいた方のが分かりやすいですね。言葉を覚えるというよりも、このイメージですね、事例を頭に入れていただいた方のが実際問題を解く上で解きやすいですし、これから普通抵当権と寝抵当権の違いとかをいろいろ勉強していく中で、やっぱ具体例あった方のが絶対頭に入りやすいので、このような感じで勉強を進めていっていただければと思います。そして個別指導の内容なんですけれども、個別指導の一番のキーワードとなってくるのが理解学習なんですね。宅建試験は理解学習ができないとなかなか合格するのは難しいです。もちろん運よく合格する人もいるでしょう。でもやっぱり合格すべくして合格したい、次の試験で絶対合格したいというのであれば、理解学習が必須になってきます。つまり宅建の教材の内容を丸暗記で学習するんじゃなくて、テキストの内容を丸暗記、過去問の内容、過去問の解説丸暗記、そういった勉強じゃなくて、ちゃんとこの解説はどういったことを示しているのか、どういった理由でこのルールができているのか、またそもそもこの問題文はどういう意味なのか、どういう状況なのか、どういった質問がされているのか、そしてこの法律と関連して頭に入れておくべき内容は何なのか、具体例は何なのか、さらにはそもそも問題文がどういった状況なのか、何を質問されているのか、それに対してどうやって答えを導くのか、ここまで考えるのが理解学習なんですね。これができないとなかなか宅建には合格できません。なので個別指導では、あなたに宅建合格していただくために、この理解学習をあなたに落とし込んで実力をどんどん上げていただきます。そのため私たちレトスが使っている教材というのは理解学習ができる教材なんですね。テキスト、過去問集、また受講者専用ページ、これらは全て理解学習ができる教材になっております。テキストは4冊あります。権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他、また過去問集も同様に4冊あります。でさらには特典として宅建合格するための勉強法のテキスト、これも合わせてお送りさせていただきますので、本ベースになっているのはこの9冊です。テキスト4冊、過去問集4冊、勉強法のテキスト1冊、合計9冊です。さらには特典として期間とか期限とか罰則などの覚えるべき数字をまとめた小冊子、さらには語呂合わせ集、そしてこの後お伝えをする小テストや総合テスト、これについても一緒に合わせてお送りさせていただきます。でテキストだったり過去問集だったり受講者専用ページ、さらには小テスト、総合テスト、これらには理解学習していただくために必要な具体例、イメージ、問題の解き方、考え方、対比、関連付け、こういったものを記載しております。ここまで記載している教材って、まあ、ほぼほぼないですね。市販の教材でもないですし、予備校通っても、また大手の通信講座さん受講したとしても、ここまで記載している内容っていうのはほとんどないと思います。ただ宅建合格するためにはここまで必要なので、弊社の教材にはここまで入れております。そして実際受講していただくと、これを使いながら、まあ初めはですね、基本的には過去問集使いながら勉強を進めていただきます。あれ、いきなり過去問集、いきなり問題解くのって思われたかもしれないんですけども、問題を解く、まあ初めは正直問題解くというよりも問題を読むでいいです。初めて勉強される方は問題なんか解けるわけないじゃないですか。なので問題文と解説を読んでいただいて、どういった内容を勉強するのか、問題文ってどういったものなのか、これに慣れていただくために問題と解説を読み進めていただくといった流れにしております。はじめにもちょっと触れたんですけども、問題文がどういった状況なのか、また何を質問されているのか、さらにはここで頭に入れておくべき内容が何なのか、そういったものが過去問集全て含まれているんですよ。実際テキストよりも過去問集の解説の方が詳しい内容があったりするんですね。またできるだけ過去問集にテキストの内容も入れておりますので、過去問集を使いながら勉強を進めていくのが非常に効率的です。で実際1日どれくらい勉強しなきゃいけないのか、これは人によりますけれども、また受講する時期にもよるんですけれども、まあ1日1時間半から2時間ぐらいは取っていただけたらなと思います。まあ早くから受講した方、10月中に受講していただく方については、まあ1時間ぐらいでもいいんですけれども、まあできれば1時間半とかは勉強していただければなと思います。朝30分、夜1時間でもいいですし、まあ逆でもいいですし、また30分、30分、30分とかでもいいですし、もっと細切れにするっていうことでも全然構いません。
まあ、これは受講していただいてからお客さんとメールのやり取りをする中で、まあ、こういう風なやり方がいいんじゃないですかってアドバイスさせていただきますのでご安心ください。また計画は弊社の方で立てさせていただきます。私が計画を立ててそれをお送りさせていただきます。で、実際それに従って、まあ、勉強を進めていただくんですね。問題集を進めていただきます。でも、まあ、ある程度も勉強されている方、まあ、一回落ちたというのであれば、まあ、勉強しているじゃないですか。まあ、そういった場合は、もうどんどん問題解いていってもらって構いません。で、ちゃんと解説を頭に入れていく。まあ、もちろん一回で頭に入るわけはないので、まあ、何回か復習するんですけども、まあ、問題集をどんどん進めていただく。で、週に一回ですね、私の方から勉強できていますかっていうメールをお送りさせていただきます。これが週1回の進捗管理ですね。計画表を私が作ってお送りして、そして週に1回勉強できているかどうかの確認をさせていただきます。つまり計画の管理も私たちレドスが行います。で、勉強していく中でわからないこと出てくると思います。そんな時には24時間365日質問し放題、このサービスありますので、わからない部分あったらお気軽にメールいただければと思います。ご質問ください。また受講者専用ページ、ここには過去問15年分以上の詳細な解説が載っています。無料の解説よりも詳しいものもたくさんございます。またこちらに過去問集の解説動画とかもあるんですね。まあ、全てが全て載っているわけじゃないんですけれども、必要に応じて載せてます。なので過去問集進めていく中でわからないものがあれば、この受講者専用ページで確認していただくのもいいですし、まあ、それめんどくさいというのであれば、もう直接メールしていただいても構いません。で、勉強を進めていく中で小テストとか総合テストがあるんですね。小テストは13回分、総合テストは各分野、権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他、各1回ごとあるので4回分ございます。これは実力確認プラス実力アップのために使います。まあ、過去問集とかでは載っていない内容とかもこちら含めているので、まあ、点数が取れるかどうかっていうのはあまり気にしなくても大丈夫です。それよりも分からない部分を見つけて、そこをしっかり克服していく、そういったことを行います。で、今言った内容っていうのは全てもう効率的な勉強法の落とし込みを行っていただく内容になっているんですね。効率的な勉強法っていうのは理解学習です。理解学習を行っていただくために、今言ったような過去問集使っていただいたりとか、計画管理をさせていただいたりとか、小テストを行っていただいたりとか、分からない部分は質問していただいております。で、テキストの使い方、これよく受講された方に聞かれるんですけども、まあ、テキストってあんまり正直使わないんですよ。これ意外かもしれないんですけども、もちろん全く初めて勉強される方はテキストをさらっと読む感じです。例えば意思表示であれば、意思表示の1ページ2ページ読んでいただく感じですね。もう全部読むっていう必要なくて、まあ、どういったことを学ぶのかが分かればそれで OK なんですよ。あとは問題集を使いながら、どういった問題が出題されるのかっていうのを確認して勉強を進めていった方が理解学習を実践することができます。なので、テキストは必要に応じて使う感じですね。テキストは辞書的なイメージと考えていただければと思います。わからないことがあった時に確認するだったりとか、整理をしたい時にテキストの表を見るとか、まあ、そういう感じで補助的なツールとして、補助的な教材として使っていただくのがいいと思います。なので、個別指導の流れをちょっとまとめると、受講していただいたら私から教材をお送りさせていただきます。で、計画表もお送りさせていただきます。さらにはどうやって勉強を進めていくのか、その勉強法についても最初にお送りします。メールでお送りします。もちろん勉強法のテキストも、まあ、一度は見ていただいた方がいいと思います。そんなに分厚いものじゃないので、もうさらっと1日で読めるものです。で、お送りした計画表に従って過去問集を読み進めていただく、もしくは解いていただく。で、わからない部分があったらご質問いただいたりとか、受講者専用ページのこちらの動画を確認するとか、そのように進めていただきます。で、この勉強を進めていく中で悩みが出て勉強ができない、勉強止まっちゃうってことも、まあ、多々あると思うんですね。で、そのような時もご相談いただいても大丈夫です。意外と質問よりもそういった私生活の悩み、プライベートの悩み、仕事の悩み、転職活動の悩み、家庭の悩み、夫婦間の悩み、恋人との悩み、もういろんな悩みをメールでご相談していただいております。もちろん私で解決できないこともあるんですけども、やはりこのメールをするだけでも心が軽くなったりするんですよ。結局は勉強は続けないと実力って上がってこないので、なので何か悩みがあったりとか、まあ、不安が出てきたりとか、そういった時はお気軽にメールいただければと思います。私が全力でサポートさせていただきます。で、サポートの期間なんですけれども、次の試験まではこれ全て入っております。で、万一次の試験で落ちた場合なんですけれども、
翌年の試験日までは24時間365日の質問サービスと受講者専用ページの閲覧も無料なので、この点もご安心いただければと思います。今からであればあなたに次の試験で合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導のお申し込みについてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。すでに個別指導の販売ページ見ていただいている方は、下スクロールしていただければお申し込みのボタンありますので、そちらから直接お申し込みいただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。